はい、どうも、入江翔太郎です。本日はついにブレイクということで、はい、まあ、普段ね、ゲーム形式で、僕との相づきの時にです、練習はしてるんですよ、はい、ですけども、基本的な構え方とか、うんうん、そういった部分から、改めて勉強してという回なので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。このラックシートというのを使用します。一番先頭の穴をこのシールの中央にで、まっすぐこの先頭とお尻がまっすぐになるようにまず設置します。そしたら一番先頭の穴に1番2番お尻にしていただいて、あとは9番が真ん中で、それ以外はもう何でもいいです。このように組んだら、隙間がなくなるように内側にこう寄せていく。少しずつね、内側に寄せて、だって特にここの先頭の1番に接触してるこの3番と4番ですね、ここがしっかりくっついてるかどうかはブレイクで割れるかどうかが一番重要になってきますので、そこがすごく一番重要。そうですね。ラックが入るかどうか、また他にくっついてなきゃいけない場所っていうのがあるんですけど、こことかね、ここがくっついてないとね、ウイングが入らないんで。で、球がちっちゃい時にこの端っこから打って、これだと6番ですよね、はい、6番を入れたいんだったら特にここの9番に接触しろ、この球がちっちゃくなってる時に、そうそうそう、その辺が重要になってます。そう、実際この3番と4番が浮いててもいいんですよ。ここ今浮いてますよね。だけどここが少しでも浮いてるとウィングが入りづらいので、まあここは空いててもいい。そうそう、あとここも空いててもいいんですよ。まあここは空いててもあんまりウィング入れるのには影響しない。そうそうそうですね。3列目の球を入れたいので端っこから突きます。球はボール1個分隙間を空けたぐらいですね。で、球を設置してください。そしたらレールブリッジを組んでいただきます。まっすぐ1番に向かってまっすぐ当てたいので、力を強くつくよりは正確にテイクバックをたっぷり取って強くつきます。このようにまっすぐ当てられるようについていってください。ブレイクマットを使用していただいて、これプラスチックだったりこういう下のこの、ね、打者の素材だったりするんですが、これを必ず引いてください。で、ブレイクはキッチンといって、ここの端からここにポイントがありますよね。この2ポイント向こうの2ポイント、ここの線を引いたここの中からだったらブレイクはどこからブレイクしても構いません。だからここからブレイクしてもいいですし、ここでもいいし、ここでもいいんですけども、端っこから打った方がこの横にある3列目のこのこっちからだったらこの6番ですね、この6番がここに入りやすいです。で、レールブリッジを組んでいただく。で、同点は最初真ん中で結構です。本当はもうちょい下つくんですけれども、最初は真ん中をしっかりこの1番の先頭のここから見て正面ですね、正面にしっかり手玉を当てられるようにして、でブリッジは、なるべくレールの上に全部手が乗っかるようにした。こういう風にこうレールの下にこう潜り込ませるような人もいるんですけど、まあ、これでも結構なんですけど、これだとこうレールって少しこうやって角度がついてるので、手玉の軌道がずれやすくなっちゃうんで、なるべくだったらこの人差し指もレールの上に収まるように。で、まず大事なのは厚みに当てることです。なので厚みに強く当てることが大事なんですけど、
強くつけても厚みに当たらなければ意味ないので、コントロールできる範囲でまずは練習してください。なのでつくまでの順番は一緒です。あの厚み、まっすぐに対して立っていただいて、あとはフォームに入ってテイクバックは大きく取る。助走が大きい方がね、強くつきやすい。その際に力いっぱいギュッと引くんじゃなくて、力を抜いた状態で大きく、でその大きく引いた分を利用して力を抜いたまま強くついてあげるというのが、ブレイクですね。なのでまず最初、体をこうやって動かす方とかいらっしゃるんですけど、まずは体を動かさず、卓球は大学で、身長の低い方はね、本当に前のめりがすごい方いらっしゃいますからね。そう、こうやって実際乗っかっちゃってる方、乗っかっちゃってる方、宙に浮いてる方いらっしゃると、ね、こうやって乗っかってる方プロの女性の方やってるのってやっぱり楽が重要性はすごく伝わりますね。はい、そしたらブレイクに挑戦してみましょう。いつもこう下げてるのを少しだけ上げて結構です。顔を少し上げる、そうすると球が振りやすくなるので、で、強くつきたいときは力で振るんじゃなく、テイクバックの量をたっぷりとる。そうです、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 ナイス、うん、ナイスブレイク。今のはど真ん中に当たりました。で、押しちゃったんですけれども、これは真ん中をついてるのでしょうがないです。うん、これはもうちゃんと真ん中をついて厚みにまっすぐ当てられました。またビリヤード始めたばかりの方はブレイクで急にミスをいっぱいしてるのを見かけますけども、はい、まあ、そこまで強く振ることを意識しないということですかね。そう、強く突こうとするとこう顔が上がっちゃったりするので、強く突くよりも正確に突くことを第一に考えていただいて、で強く突くんじゃなく力はそんなにいらないから、その分テイクバックをたっぷりと、たっぷり取ってまっすぐ、それである程度の強さを、いつものレールに指を置く感じですね。はい、で今みたいに少し右にずれましたよね。うん、やっぱりレールに少しかかってる分、球がこっち側に逃げやすい。今度は今最初に僕が言ったラグビー、あ、ラグビー、そう、そうです、ナイショー、ナイショーですね。うん、ナイショーと十分強いですね。そうですね、うん、そう、このちゃんと真ん中をしっかりつければ今ぐらいは割れます。うん、で、これが下手に力んじゃうと強く突こうと思って、あんまり割れなかったりスピードが出なかったりするので、今の状態でスピードを上げられるように少しずつ練習していきましょう。ボールを3個分ぐらいですかね、レールから離していただいて、レールブリッジではなくてスタンダードブリッジを組んで、ブレイクをしていただくのがいいかと思います。しっかりまっすぐ狙っていただいて、あとはやることは一緒です。このまま、まっすぐ狙って、たっぷりテイクバックを取って、これでも結構です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はブレイクの回ということで、はい、多分
結構興味ある方多かったんじゃないかなと思うんですけども、はい、機会あったら中級者向けのブレイクもいつか取れたらいいなと思いますけど、はいはい、今回はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。